はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるかいざです。はい、今日はね、漫画誌の、開封レビューになります。何を買ってきたかというとね、こちらになります。ヤングガンガンになります。ナンバーがね、もう01番という形で新年号になっております。で、今日はね、ちょっと表紙とね、関東グラビアがえなこさんになっているので、こちらのご紹介と、あとね、巻末グラビアにね、こちら南美優香さんが載っていたんでね、ちょっと合わせてね、ご紹介できればなと思っております。まあ、毎回言ってる通りね、漫画誌はね、電子版とか、通販でね、通販サイトで売っていて、無料立ち読みってあるんですけど、まあ、大体見れるのは表紙とね、目次ぐらいしか見れないんでね、私の方で開封レビューやってるので、参考にしていただければと思っております。では、早速ね、こちら、見ていきましょう。まず、ヤングガンガン新年号ね、1番、こちらになっております、表紙は。はい。じゃあ、めくってね、こちらね、なんか、超特選グッズプレゼントという形でね、なんかえなこさんが持っておりますね。はい、1000名さんのプレゼントなんでね、欲しい方はね、こう紙面で買った方がいいかもしれないですね。こんな感じでなんかね、いろいろグッズが当たるみたいです。はい。でね、このね、裏ね、まあ、ここに載ってますけど、この裏がね、はい、こんな感じで、ポスターもついております。2つ折りのね、折り込みポスターがついております。はい。じゃあね、次行きましょうかね。はい。こちら1ページ目がね、はい、えなこさんになっております。これ後でね、静止画の挟み込みますんでね、そっちでも、参考にしていただければと思っております。はい。ね、2枚めくりしないようにね、気をつけておりますが、はい、続きましてこちらですね。はい。ね、最近えなこさんもね、前はね、コスプレイヤーみたいな感じでやってたんですけど、最近ね、普通のグラビアが多いですよね。はい、こちらになっておりますね。はい、続きましてね、こちらですね。はい、ページ数的には、折り込みね、ポスターがついていたので、こんな感じになっております。はい、えなこさんについては以上になっております。で、もう一人ね、南さんがね、巻末に、ね、あるんでね、こちらもご紹介できればなと思っております。あとね、これ今回ね、DVD ついてるんですね。こちらにね、真ん中に DVD ついております。こちらにもね、載ってますけど、ちょっとこれも後で紹介しますね。はい、じゃあね、こちら、巻末に関してはね、こちら、はい、南美優香という形になっております。こちらもね、ちょっとね、めくりをね、2枚、3枚しないようにね、気をつけたいと思いますが、はい、こちらになっております。はい、よろしいですかね。ね、もうね、年の瀬でね、皆さんもお忙しいと思いますがね、家でね、お暇してる人はね、まあ、こういうね、漫画誌買ってね、暇つぶししていただけるといいですね。はい、こちらになっております。はい、続きまして、はい、こちらになっておりますね。はい、続きましてね、こちら最後ですかね。ちょっと半分広告になってるんでね、終わらさせていただきます。こちらが最後になっております。あとでね、静止画挟み込みますんでね、まあ、そちらで参考にしていただければと思っております。あとはね、ちょっとこれお見せしにくいんですけどね、ちょっと漫画が映っちゃうんでね。はい、こちらがね、今回 DVD ついております。60分らしいですね。すべて、全部で60分と。はい、まずえなこさんがいますね。あとはね、こちらのラインナップになってます。で、後ろがこちらになっております。南さんもね、入っておりますね。はい。こちらね、DVD 欲しい人はね、電子版ではなくて、紙面でご購入した方がよろしいかなと思っております。はい。以上となります。こんな感じでね、漫画誌の、開封レビューやっておりますんでね、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。漫画誌に関してはね、やっぱりちょっと開封レビューを、させていただいてね、皆さんがね、購入するときのね、参考になればと、ね、先ほどの冒頭でもお話した通りね、
電子版とかね、無料立ち読み見れないんだよね、ほとんど。あのね、中身どういうボリュームと内容になってるのかっていうのね、知りたいと思いますので、まあ、こんな感じでね、ゆるく開封レビューやっておりますんでね、引き続き、ご視聴いただければなと思っております。はい、今日はね、ヤングガンガン新年、ナンバー1番の、えなこさんと、あとこちらね、南美優香さんを、ご紹介させていただきました。じゃあここでね、ちょっと静止画挟み込みたいと思います。はい、以上となります。こんな感じでね、ゆるくやっておりますんでね。まあ、あとはね、ちょっとこちらにある通りね、ガンプラとかね、フィギュアとかのね、素組みレビューって形でね、やっておりますんでね。まあ、引き続きご視聴いただければなと思っております。はい、以上となります。てるてる百貨店てる階段でした。バイバーイ。